皆さんこんにちは。今日は珍しいメニューがあるお好み焼き店へ向かっています。左折します。まもなく到着です。住宅地の中にポツンとあります。車はお店の前に3台駐車できます。到着しました。お好み焼きだるま、場所はここです。広島県福山市。本庄町中2丁目13の3。ここです。閉店ギリギリで入店したので予約なしで入れました。メニューです。これは何？シンプルにそば肉玉を注文しました。テレビの音声が入っていますので、会話の音声は消しています。広島お好み焼きですね。麺はパリパリに焼きます。キャベツの水分を飛ばします。ソースはオリジナルです。お皿プラスカットでお願いしました。麺がパリパリでブチウミア。持ち帰りで尾道ラーメン焼きそばを注文しました。具材は蒸し焼きです。出来上がりました。ネギが山盛りです。
味は塩焼きそば、これは美味しいです。商売繁盛。はい、ご来店の際はぜひ、予約または電話連絡ください。ぜひお好み焼きだるまのお好み焼きをよろしくお願いします。店名、だるま、住所、広島県福山市本庄町中2丁目13の3。電話、084-921-2763。営業時間、11時0分から14時0分、17時0分から22時0分、定休日、日曜日。ご視聴ありがとうございます。評価、コメント、チャンネル登録が、制作の励みになります。よろしくお願いします。白熊チャンネルテレビ。